末摘む花とは、源氏物語54条の巻名の一つ。第6条。若紫の本の巻、並びの巻。源氏18歳正月頃から19歳正月。巻名は、光る源氏の歌、懐かしき色ともなしに、何にこの末摘む花を袖に触れけむによる。源氏物語に登場する女性の一人に対する、通称。不美人でありながらも、 生涯光る源氏と関わり続けた女性の一人。末つむ花とは、源氏がこの女性につけたあだ名で、彼女の花が赤いことと紅花の花が赤いことをかけたものである。末つむ花から若菜登るまで登場。源氏物語源氏物語の登場人物、末つむ花目の戸後の大助の名部から亡き日立の宮の姫君の噂を聞いた源氏は、霊落した悲劇の姫君という幻想に、 憧れと好奇心を抱いて求愛した。親友の頭中将とも競い合って、王政を果たしたものの、彼女の対応のおぼつかなさは、源氏を困惑させた。さらにある雪の朝、姫君の顔を覗き見た光る源氏は、その醜さに仰天する。その後も、あまりに世間知らずな言動の数々に辟易しつつも、源氏は、彼女の困窮ぶりに同情し、 また素直な心根に見捨てられないものを感じて、彼女の暮らし向きへ援助を行うようになった。二条の自宅で源氏は、花の赤い四人の絵を描き、さらに自分の花にも赤い絵の具を塗って、若紫と兄弟のように戯れるのだった。日立の宮と呼ばれる劣気とした皇族の一人娘だが、後ろ盾である父親を早くに亡くし困窮していた。僧侶となった兄と国主に嫁いだ叔母がいるが、 経済的な援助は見込めず、あばら屋となった屋敷で年老いた女房たちと暮らしている。極端に古風な教育を受け、頑固で、一途、純真そのものの真相の令状。源氏物語で最も細かく、要望を描写された女性で、美男美女揃いの源氏物語の中では異色の、不美人である。髪は素晴らしいが、座高が高く、痩せ細っていて、顔は青白い。 中でも花が大きく垂れ下がって、象のよう、その先は赤くなっているのがひどいありさまと、酷評されている。表着には、黒天の川ぬ糸清らに買う場、四季を着た、マヘリと奇抜なファッションであるが、非常に高級な黒天の毛皮に甲を抱きしめてきている。ことにより、七宮ありし日の裕福さと亡き跡の没落が、見事に表現されている。おとなしく実直な性格だが、 滑稽なまでに古風で堅苦しく世間知らずの面を露呈する。昔肩着で気の利かない性質のため引き取られてからも現実をこちらが恥ずかしくなるとたびたび並行させた。このように一見家柄以外に取り柄のない彼女だが顔面さは純真な心の裏返しであり、現実に忘れられていたまも一途に彼を信じて待ち続けた。 それに感動した源氏によりその五二条党員に引き取られ妻の一人として晩年を平穏に過ごした。ありがとうございます。